皆さんこんにちは。カメラマンのかさこと申します。今日はギリシャのアテネで泊まっているホテルを紹介したいと思います。キモンホテルアテネ。 疑問というですね、ちょっと珍しい、えー、表示ですけれども、シンタグマ広場というですね、えー、中心になるような駅から徒歩7分、えー、繁華街も近く、観光名所も近くということで、まあ、立地は十分と、ちょっと裏に入っているので、えー、繁華街から2本ぐらい裏に入っているので、ちょっと静かなんですけど、立地はめちゃめちゃいいと。えー、そして一泊ですね、9000円なんですけど、思った以上にね、 いいいんですよ。いや、なんで、このね、この部屋もあるんで、あの、ベッドもあって、テーブル、まあ、ちょっとちっちゃいですけどね、そして、まあ、使いませんけれども、一人で泊まって使いませんけれども、このソファーもすごい広いのがありますね。そして、こっちにもね、こっちにもテーブルがあって、そして、えー、トイレ、お風呂、非常にね、きれいな感じ、あっ、洗面所がきれい、やっぱ まあヨーロッパはこんなもんですけどまあでもいやこのクラスのね9,000円ぐらいのホテルって要は中級ホテルってすごい難しくてですねなんかこのぐらい綺麗なところに当たるところもあればなんかちょっとしょぼいぞ っってていううととこころろに当たってしまうところもあるんですけどなかなかね、ブッキングコムで見て、いい評価で見て、写真見てもですね、ちゃんとね、シャワーとかね、トイレのホテルを載せてるホテルってないんですよ。綺麗なね、部屋の写真ばっかり、イメージ写真ばっかり載せるという戦略をしてるんですけど、えー、まあ非常に綺麗で、そして、えー、割とこのクラスにしては広いんじゃないかということで、いやー、これ、いやー、今回の旅で、割と当たりの、あっ、 ベッドもね、割と広めという感じで、1人で泊まってますけども、2人でも泊まれるようなスペースになっていると、そして窓もあるということで、えー、これはちょっとまだね、これから泊まってみて、また不都合が出てくるかもしれませんけれども、えー、ギリシャ・アテネの新タグマ、地下鉄の新ンタグマ駅から徒歩7分の、鬼門ホテルアテネ。 えー、ここ非常にもしかしたらいいんじゃないでしょうかということでもしこの日今回2日間泊まるんですけど2日泊まって何か不具合があればちょっと追記しますけれども、えー、ひとまずですね当たりなのではないかということで1泊現在、えー、10月の3日ですかね、えーまあ、ちょっとあのシーズンオフに入りかけの値段ではありますけれども、えー、ギリシャアテネに泊まる際の、えー、参考にしていただきあっそうだもう一つね追記がありまして えー、ここねすっごいメッセージ来るんですよしょっちゅうメッセージきて要はチェックインできるのが11時までだとそれ以上過ぎるとまあいろいろ困るとただ11時を過ぎるんだったら先払いしてくれてなんか自動的に、えー、無人でチェックインするシステムがあるから11時を過ぎるんだったら連絡してくれっていうメッセージがあって 私は多分9時ぐらいに着きますと。ちょっと微妙な時間なんですね。あの飛行機が遅れたり、ね、ちょっとなんかあったら微妙な時間。9時ぐらいに着きますって送ったのに、何度となく、もうね、<laughs> ギリシャ、日本にいる頃からこの鬼門モンホテルからブッキングコム経由で何度もメッセージが来て、何時に着くんだと。 11時を過ぎると結構ややこしいことになるぞというのを何度も来ていやだからだから9時だだから飛行機が着くのが7時半でそっから市内に行くから多分9時ぐらいですっていうメッセージを送ってんのに何度もしつこくいやでももし11時を過ぎるようなことがあればみたいになって。 で、で、で、わわっとわかった、じゃあスだったら、じゃ先払いにして、その、なんか無人のやり方も念のためじゃ教えてくれ、みたいな話も、にもなったんですけど、まあ、とりあえず、あの、九時に。 あの11時に回らずに済んだらいいんですけどいやーあれだけしつこいメッセージが来るといや遅れたらなんかこれすっごい面倒くさいことになるのかなとかこんなに何度も予約して何度もホテルからメッセージくんのいちいち <laughs> うざいんですけどと思ってよっぽど変えようかと思ったんですけど、えー、まあなんとなく当たりなんじゃないかなというふうに思います。